大人の皆さん、こんにちは。今日は、仮面ライダーアマゾンズのバラアマゾンについてお話したいと思います。ですね、ちょっとこれを見る前にですね、ちょっとピクシブでですね、バラアマゾンについて調べてしまったんですが、本来はね、そういうことをしないで、その心に残った、私の心の中からお話しするっていうべきなんでしょうが、もうだいぶね、何度も同じこと言って申し訳ないんですけど、時間が経っておりますんでですね、ちょっと失礼してた方がいいだけですね。時間が経ってしまっておりますのでですね、ちょっと待ってくださいよ。なかなかね、やっぱり、いや、面白かったのはね、面白かったし、で仮面ライダーシリーズを見始める最初のきっかけに、仮面ライダーアマゾンズですね、きっかけになった作品ですし、やっぱりね、いろいろ、まあその後仮面ライダーアマゾンは別として、まああれはすごい古いものなんで、まあクーガーを見たりとか、カブトを見たりとか、今リュウキを見たりとかしてるんですけど、やっぱりね、日曜の朝やるものとしては、やっぱり血の表現とかね、やっぱりその殺害するシーンとかがなかなか描けないというところ、そのアマゾンプライムなんだからもう何でもやっていいんだよ、見て、他の見てから、リビングデッドじゃなくて何でしたっけ、ウォーキングデッドか、見てから何でもいいんだよ、何でもできるんだよっていう、そうなった時に、そのね、スタッフの皆さんが、ああできるんだできるんだ、でもどこまでやったらいいんだろうみたいなね、なんか、いいの、なんかそのね、寸止め空手で慣れてる人がね、いきなりね、総合格闘技のジムに行って、当てていいんですっていうか、当てないという話になって、しかも破壊力なんかも考えてなんて言われると、あってなりますよね。そういう感じなのかなと思ったりして、今回お話したいですね、仮面ライダーアマゾンというのはですね、バラアマゾンっていうのはですね、まあ細かい説明はね、仮面ライダーアマゾンズの第1回で説明してたかどうかわかんないですけど、まあ僕のものに限らずね、YouTube にはね、いっぱいありますからね、インターネットでもね、Pixiv とかありますからね。ちなみに Pixiv が私のスポンサーでも何でもないんですが、やっぱり面白いですよね、Pixiv ね。そう、バラアマゾンですね。本題に入りましょう。あれはですね、まあ、ご覧になった方はご覧になっているか、まあ、くどい説明になるかと思うんですが、要は彼女がいてですね、その美容師さんなのかな、で、ご主人っていうか、その恋人もね、で、恋人が男性なんですよね。ということは、相手が、ね、女性って、それも限らないですよね。最近はそうとも限らないんですが、この場合はまあ、ね、伝統的な男性と女性の組み合わせになっておりまして、で、女性が要はその妖幻性アマゾンといって、その、仮面ライダーアマゾンズもですね、シーズン2になりますとですね、あれなんですよ、感染するようになってですね、飲み水になんかその何でしたっけ、ミネラルウォーターかあれに入っててですね、どういういきさつだったかちょっと申し訳ないんですけど、覚えてないんですけど、もうとにかくどんどん感染するようになって、なんかその水を飲んだかなんかで、なんかでっていうのも本当はダメなんですけど、まあとにかく、ね、その人はアマゾンに感染してしまって、アマゾンになってしまって、アマゾンっていうのは人が食べたいんですよ。人を食べる生き物なんでですね。まあ特殊な訓練をされた、ね、モグラアマゾンとか、ああいう人たちは、その人を食べなくても、まああとは、あれですね、ジンさんですね。何でしたっけ、ね、鶏を食べたりとかして、平気なようになってるんですけど、まあそれは特殊な、ね、状況で特殊な訓練をされた方なんですけど、まあこのバラアマゾンの人は一般人なんで、ね、自分に何が起きてるのかよくわからないみたいな感じで、とにかく人間が食べたいと。で、彼女もまあね、愛情関係ですからね、恋人っていうぐらいですからね。まあ愛情関係のない恋人も世の中にはあるんでしょうが、まあ彼らの場合はなんかすごい絆っていうかありそうな感じですね。ですねっていうかでしたね。
で、恋人は感染してないんですよ。感染してないんだけど、まあ、そこら辺の描写はないんですが、なんで感染しなかったのかっていうね、一緒に住んでてとか、まあそこはいいとして、まあそれはね、その恋人のために、その美容院を続けて、で、頭を洗うときに、要はその、小さな美容院ですよね、床屋でもいいんですけど、美容室でもいいんですが、上からそのギロチンみたいに、刃物が降りてくるようになってですね、で、頭を洗うっていう、こう、前に出すってことはやっぱり美容院ですね。床屋はこうやって、ね、後ろに行ってね、仰向けになって頭を洗いますからね。それでですね、そこでギロチンが落ちてきて首が落ちると。で、首を食べる。そうすると、恋人の、その男性ですよね。それがバラマゾンなんで肉を食べないといけない。なぜかね、頭が好きみたいなんですよね。それで、頭を食べる。頭って美味しいんですかね。まあ、マグロのカマとかね。うちのおばあさんとか目玉好きでしたけどね。まあ、あれはマグロじゃなくて、タイかなんかなんですかね。目玉が。ゼラチン質で美味しいとか言って、プルプルしてとか言って。ね、すごいなと思って見てましたけど。そうなんですよ。頭が好きっていうか。まあ、好きなんでしょうね。脳みそとか食べるんでしょうね、きっとね。ヤシの実みたいにこう、ね、斧かなんかで頭蓋骨を割って、脳みそ食べたりするんでしょう。そういう描写はありませんでしたが。多分やるんでしょうね。そうしないと、頭なんてそんな食べるとこない。あ、頬肉とか言いますね。こう頬肉。ね、舌とかね。まあ確かにね。あと何？まあ耳？耳が、とかね。ありますね。まあいいや。要はその、自分は食べないんですよ。自分は人間ですから。奥様じゃなくて、その女性ね。自分は食べないんですけど、ご主人のために、それを、やって。まあ人を殺してるわけですよね、要は。ご主人のため、ご主人じゃない。恋人のためにね。だから、経営とかね、どうするつもりだったのかって、まあそういう細かい描写はないし、そういうことをあんまり考えてはいけないのかもしれないですね。足を踏み入れてはいけないところに、私の、思考が入り込んでしまってるのかもしれないんですが。要はですね、そのテーマっていうのはですね、要はそういうね、人がいなくなったとか言って、まあ、普通だったら警察が行くとこですけど、まあ、X と書いて、キスというもんですかね、シーズン2では、九条藩じゃなくて、新しい人たちがやっててですね、まあ、その人たちやなんかが、こう、捜査するわけですよね、なんかおかしいって。で、どうやら、女の人が、お客さんを殺してるから、あれがアマゾンで、お客さんを食べてるんじゃないかっていう疑いが。どうのっていう、まあこれストーリー解説ですね。まあこれはね、いろいろネット上で調べていただければ分かることだと思うんですが、要はその人は怪我するんですよね。もう重傷というか、もう生きるか死ぬかみたいな。でね、僕はすごくね、印象に残ってるのが、その最後に恋人がね、もう死ぬって言って、で、そのバラアマゾンことじゃないですね、バラアマゾンのに感染してしまったその恋人ですね、がもう涙ながらにですね、なんかこう手を握ってですね、いろいろ話すんですけど、ありがとう、今まで僕のために、僕のせいでね、君はね、あんな人を殺すなんて罪を犯して、まあこれは全部そのままじゃないですよ。僕のね、心に、僕のフィルターを通したね、ありがとうって、今まで僕のためにね、人を殺してくれて、人を殺すの辛かったでしょ。あなたも人間だもんね。でも僕はアマゾンに感染してしまったから、もう今僕はアマゾンなんだ。で、僕はね、人が食べたくてしょうがないんだ。で、そのためにね、ありがとうって言って。もう彼女死ぬ感じなんですよね。で、彼女は、あの世で、ね、また、今私は人間、あなたはアマゾンっていう、私は人間を殺して食べようと思わない。あなたは人間を殺して食べようと思ってる。でもあの世で、ね、また同じ立場になって、
結婚式あげましょうみたいなことをねおっしゃるんですよね。そしたらその恋人がそのねあなたを食べたいって言うんですよね。すごい。まあだからまあ要はグロテスクな表現ではあるんですが、まあねその食べるっていうのはそのねそれは侮辱なのか冒涜なのか。だから例えばライオンがインパラを食べるのはそれは侮辱なのか、どういう思いでインパラを食べてるのかということですよね。だからまあ愛情表現なんですよね。だからそれそれだまあそれ結局その彼女はいいよって言ってまあストーリー解説みたいでねあのスタイル解説だけみたいですけど、まあ、結局また頭を食べるんですよ。ガブッとねガブッとかなんかまああのバラアマゾンっていうのはそのさっきピクシブで読んだんですけどその剪定バサミになったんですよ手が。でこう首切ったんでしょうね、わかりませんが。でその恋人のね頭を食べるんですよ。でそこで絶命ですよね、要はね恋人は。これね重い話でですねその愛する人がまあ犯罪者ですよ、人間世界から言えばね。人を殺さないと生きていけない人。まあね殺人をする人っていうのはいっぱいいますが、でそれの彼女だから彼を愛しているから私は彼を愛している、私は彼のために生きたい、私の生きるねあの目的は彼のためになることみたいな感じなんでしょうね。だからその私は今まで人間の仲間だったのに、人間の仲間っていうか人間だったのに、人間であるにもかかわらずその人を殺して彼氏にねその食べさせる、すごい話。自分はいらない、むしろ殺したくない、っていうかお客様ですからね。そこの数ある利用店じゃなくて美容院の中でわざわざね腕が良かったんでしょう、そのね来てくださって、もう大変ですよ多分そのね美容院を立ち上げるっていうのはね、お客さんね宣伝して大変なことですよ、大変な覚悟とね、それこそどうなるか分かんないですからね、あの本当に、まあ腕もあるし、ね、いろいろあるんでしょう、分かりませんが、私はね、あんまり、とかあの美容院を使わないんで、都会もあんまり行かないんで、あれなんですけど、まあ、その起業というのは大変だと思うんですよ。で、そういうものを、もうね、もう非常事態ですから、もう感染してしまったと。何が起きてるか分からないんだけど、とにかく彼氏が肉を食べたいって。人の肉を食べたい、頭を特に食べたいっていうことなんですよね、人間の頭を食べ、まあチンパンジーやなんかがいればね、なんかチンパンジーでも日本ザルとか、まあでも日本ザルちっちゃいですからね、てか人間を食べるようになった、日本まあチンパンジーだったら結構ね近いと思うんですけど、まあそんなにいるもんじゃないしね、多分ね、保護されてるでしょうしね、まあそれは話がね完全にそれてますけど、もう完全にこれね脱線してますが、要はその人間となった場合にまあいろいろ法律の問題もあるしね、でもまあ犯罪者になるわけですからね、その昔の日本赤軍のねあの犯罪者集団ですよね、そういう感じなのかなと思って、多分その彼氏がまあ宗教とかね、まあ、オウム真理教、それを一緒にしていいものなのかちょっと分かりかねますが、いやでもねこれね、あの仮面ライダーっていうかね、こう特撮っていうか、まあ、トワイライトゾーンっていうかですね、こういうものっていうのはあの思考実験だと思うんですよね。まあ予行練習っていうかね、前もなんか言いましたけど、自信がありましたね、普段はしないようなことをしなければいけません、でも今は起きてないんだけどどういうふうにね、それを速やかに安全に行えるか、ね、それはねあの国民の生命財産を守る、ね、国家の、ね、仕事なんですが、そういう思考実験だと思うんですよ。だからそういう、ね、別にあれですよ、その身近な人にそういう、ね、アマゾンに感染した人がいたら、ね、役所に届けましょうとかそういう話をしたいんじゃなくて、やっぱりその人間の心理ですよね。で最後にその自分の頭も食べたいって言われた時にどんな気分かですよね。まあ人によってはね、多分私と一緒に死のうとかねなるんでしょうね、多分そういうことになるんだと思うんですよ。
一緒に死のうって言ってね。まあでも彼女の場合はそうじゃなくて、まあ、生きるという道をね、まあ、15分過ぎた、特効薬とかね、そういうのができるかなとか思ったのかもしれませんが、まあ、すいません、オチがつかなくてですね。まあでもこれはね、すごい問いかけとしてはすごい、でかい問いかけなんですよね。だからその心残ったというお話をしようかと思いまして、お話しさせていただきました。それでは皆さん、もしよかったら喫煙者に温かい心で接してやってください。それでは、さようなら。